自宅でパソコンを使い収入を得る人が急増中。ネット普及の背景が要因か。今不景気の影響で収入が減少する中、自宅で本業以上に稼ぐ新しいワークスタイルが注目されています。その新しいワークスタイルの真相に迫ります。詳細はこちら。坂東英二、名古屋でテレビ本格復帰か。2012年末に発覚した個人事務所の所得隠し騒動で出演番組を降板し、13年11月に涙の謝罪会見を行ったタレントの坂東英二、75が名古屋でテレビ本格復帰と囁かれている。騒動以前の坂東は東京、名古屋、大阪などのテレビ番組に多数出演していたが、騒動を機に降板。謝罪会見を開くも説明不足との声が強く、現在出演するテレビ番組は昨年9月からコメンテーターを務める独立有局東京 MX のワイドショーと、今年4月にスタートした関西テレビのゴルフ番組のみ。中日ドラゴンズの元選手である坂東のお膝元名古屋での出演はない。ただ最近名古屋のテレビ局に頻繁に出入りする坂東の姿が目撃されるようになり、在名テレビ関係者の間で坂東のテレビ本格復帰の噂が囁かれているという。坂東さんが名古屋の各テレビ局に売り込みをかけているという話はよく聞きます。かなり積極的な売り込みのようで、もともと懇意にしているプロデューサーに電話をかけて出てもらえなければ、自ら直談判して乗り込んでくるみたいですよ、在名テレビ関係者。昔から坂東は東海圏では視聴率を滅法取ると言われ、自らの冠番組も多かった。謝罪会見から1年半以上が経過し、ほとぼりも冷めたところで、そろそろ本格復帰させてくれという思いがあるのだろう。前での関係者はすでに情報番組のコメンテーターへの起用を検討している局があるようですと明かし、さらに名古屋のテレビ局はどこも坂東さんにお世話になったところばかり。むっげに断るより、今なら交渉次第で名古屋の視聴率男を格安起用できると考えている局があってもおかしくないと話す。名古屋のお茶の間に坂東の声が響き渡る日は近いかもしれない。ネット上の反応。視聴率の数字が取れる人であるならば、視聴率低迷してる GBC 午後スマあたりがいいんじゃないの。全国区では厳しくても、スポンサーの目も甘くなるローカルだと需要があるのか。起用したら、名古屋のイメージ悪くなるよ。需要ないと思う。イメージ悪すぎ。ほとぼりが冷める。って、自分のやったことを反省してる雰囲気もないし、75歳になって、まだ荒稼ぎしなくてもいいと思うけど。